ございます。今から友達と韓国のプサンに2泊3日で行ってきます。朝イスローくんが迎えに来てくれました。遅刻したらダメだからって3時間前ぐらいからね、朝の4時ぐらいから行ってくれたよね。そうなの、ありがとう。ノープロブレムだよ。行ってきます。バイバイ。楽しんでね。楽しんでくるね。バイバイ。じゃーん、スタバ買いました。チョコのやつです。朝ごはんです。飛行機乗ります。イエーイ。タクシー拾います。彼に乗っていきます。4人だったからなんか普通のタクシーじゃなくってジャンボタクシーみたいです。他のホテル泊まります。ホテルはこんな感じです。地下鉄乗ります。階段かわいい。めっちゃみんな写真撮ってる。両替来たらくれました。銀行の人が優しい。じゃーん、ここに来ました。壁紙とかがめっちゃ可愛らしくて楽しみ。なんか食べるみたいです。可愛い。おー、綺麗。じゃじゃーん、これなんだろう。魚かな。めっちゃ綺麗。みんないっぱい写真撮ってます。すごい。ここはどこですか。名前読めないよね。読めない。すごい眺め。こんな感じです。すごい、かわいい。カラフル。いろんな屋上があるんだね。いいな。めっちゃかわいいね、綿菓子があるんですけど、私も今作ってもらってます。何でしょうか。何ができるかな。じゃーん、来ました。アピーチのやつ頼みました。めっちゃかわいい。500円でした。他の壁紙がめっちゃかわいい。シャボン玉だって。イエーイ。いくら取ります。2位にした。これやって違うな。300円。タコ注文しました。見て、出てきた。シャボン玉出てきた。来ました。靴下全部100円だって。え、かわいい。何か買おうかな。おしんちゃん、うどんに似てる。有名なところに来ました。いろいろある。お菓子いっぱい売ってそう。見てみようか。あ、ほんとだ。イチローくんのお土産買いました。アピーチー。そう、このね、上にはアピーチカフェがあるみたいです。有名だよね、すごい。めっちゃかわいい。デコされてるのかな。かわいい、アピーチー。これめっちゃかわいい。200円だし買ってみようかな。あ、すごい、屋台街っぽくなってきた。めっちゃ美味しそう。美味しそう。何も売ってなかった。何もまだ見てないもん。やばい、銀なんだ。食べたい。いくらなんだろう。めっちゃ美味しそうだよね。食べたい。これね、探してやっとありました。この真ん中ら辺にねあるんですね。野菜がいっぱいある。だからいろいろ食べていきたいと思います。超いい匂いするんだけど。何食べよう。ぶどう飴。ぶどう飴、ぶどう飴大好き。ぶどう飴じゃない。こんなにいっぱいあるの。あと何かあったんだろう。食べたのが可愛い。買ってみました。どう。え、なんか思った感じと違うよ。食べる。何に似てる。なんだろう。はんぺん。はんぺんよりももっとなんか素朴な味。ビビンバ春雨。そういう感じなのね。おいしい。おいしい。おいしい。めっちゃおいしそう。辛いかな。辛そう。ちょっとだけノー辛いって言ってよ。ノー辛い。韓国人の辛くない。嘘だもん。トッポギ。あとキンパも1個。じゃあお姉さん、すみません、こちらへ。キンパ。おいしそう。お寿司屋さんに。サメギョプサレ屋さん。サメギョプサレ。これめっちゃ美味しそう。韓国のスタバです。こんな可愛いのが売ってるんだね。可愛い。これもこういうのもけど、いろいろあるんだね。種類が本当に豊富で、アップル、パッションフルーツ、ストロベリー、マンゴー、トマト、パラボング、なんだろう、キウイアップル、ヨーグルト。めっちゃ美味しそう。ケーキの方も。え、韓国のスタバってこんなにクオリティ高いんだ。食べたい。
ヘーゼルナッツダブルマキアート。おお、かわいい。シュークリームフラペチーノを頼んでみました。本にはない味なので、どんな味なの。シュークリームだ。甘い。めっちゃイチロー好きそう。ホテル戻ってきました。もうね、めちゃめちゃたくさんねお買い物しちゃいました。スーパーとかでね、いろいろお土産とかも安く買ったので、また購入品紹介とかもしたいと思います。じゃあおやすみ。おやすみ。おはようございます。おはよう。2日目です。ショッピングショッピングしてきます。全部これって100円らしい。めっちゃ可愛いし、美味しそう。3個で1000円とかでめっちゃ安いし、いろんなのがある。こういうのとか可愛いな。そう、いっぱいある。本当に種類が豊富。ほらほら、全部アクセサリーだよ、ここら辺とか。どんちゃー、ストロベリー味とか日本になくない。いっぱいお洋服屋さんがいっぱいある。これは選べないぞ。500円とかだよ。めっちゃ安くない。着回しできるから買おうと思います。これおみそれになってんだ。めっちゃ可愛いじゃん。晴れ服のねも結構あって、いろんな花柄がある。メンズのお店です。一郎絶対これ着てたら可愛いね。ブドウにいっぱい買いました。お昼ご飯食べに来ました。チーズのお店らしいんですけど、おさ何にする。美味しそう。ここら辺のピザもめっちゃ美味しそうじゃない。ピザ来ました。え、これなんだっけ。パネ、パネ、パネ、パネだって。パネじゃないの。パネチキンでしょこれ。そういうこと。君たちチキンどこに入ってるの。はい、待って、君たち知らないんだ。チキンどこに入ってるの。美味しそう。だってパン、パン、すごい。美味しそう。これは上がる。めっちゃ美味しそうだね。やばい。ラララララララ、朝ごはんです。海に来ました。このカフェに行きます。カフェルーフトップ、これです。これ着きました。かわいい。上に行くと階段があって、登っていくと、なんと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 、じゃーん、カフェテリアになってるんです。めっちゃおしゃれ。そう、海辺だからめっちゃおしゃれだし。ここもピンクの可愛いカフェです。めっちゃ綺麗でね、いろいろ写真撮るところとかもあるから、こういうところとか、こういうところとか、こういうところもあるし、おしゃれなテラス席とかもあるから、こういうところにね写真撮るとすごく可愛かったです。カップルとかで写真撮ってる子もいて、めっちゃ可愛かった。おしゃれ。いい眺めだ。韓国のソウルとは違ってカフェとかもね人が少ないので、ゆっくりと楽しめるし、写真とかもいっぱい撮れるのでおすすめです。かわいい。これはチョコラテ。バナナミルクです。カフェラテです。この中に入ってるとこから探したの。あ、そうしよう。この中には何が入ってると思いますか。じゃ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 ーん。ブルーレモネード。イエーイ。綺麗。これって人住んでるのかな。マンション？これは知らな。これがザベイ010。ゼゼ。カットすればいいって話でしょ。見て、めっちゃ綺麗。うずした。めっちゃいい感じね。プサンっぽい街並みで。めっちゃいい感じ。スタバのケーキをテイクアウトしました。昨日ね食べたかったんですけど食べれなかったから、食べました。テイクアウトしてホテルで食べます。これなんだろう。美味しそう。美味しそうじゃん。まだ開けてない。開ける。分かった。少々お待ちください。はい、なんだっけ、ジャージャー麺と、なんだろう、店員さんおすすめのやつです。美味しい。チキンのアプリでチキンを頼めるみたいなので、チキンを頼んでみます。これでほら、チキンがいっぱい。デリバリー用のアプリらしくて、そう、韓国語なんですけど写真がついてるから、美味しそうなのをこれでデリバリーしたいと思います。チキンが届きました。じゃ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 ん。めっちゃ美味しそう。美味しそう。いい匂いするね。やばいね。すっごいいい匂いする。めっちゃいい匂い。バイバイ。バイバイ韓国。帰ります。帰ります。
なんとなんとなんと、帰りも一郎くんが迎えに来てくれました。ありがとう、本当に。皆さんこんにちは。最近花粉症にやられてる一郎です。ありがとうね、迎えに来てくれて。全然いいよ。じゃーん、一郎くんがサーモン丼で、私がクラムチャウダー、クラムチャウダーを食べてます。やっぱりね、空港来たらこれなんですよ、私は。外せないね。いただきます。うまっ。韓国楽しかった？うん、楽しかった。よかったよかった。